こんにちは、マサです。今日は賃金日米格差っていう話ですアメリカにウォルマートっていうスーパーマーケットがあるんですけどここの運転手の年収がすごい高いんです初年度から上限で11万ドル140円で計算するとだいたい1540万円です他社の2倍って言ってましたから 普通でも800万ぐらいですかね。すごい高いです。なんでこんなに高いかというと、需要が多いことで人手不足になり、賃金が上昇しているっていうことです。経済全体の需要が多いっていうことは、景気がいいっていうことです。経済成長しているっていうことです。そうなると物価は上がるんですけど、 賃金も上がるんです。なんでこんなに景気が良くなったかというと一番大きな理由は財政出動ですアメリカ政府が国債を発行してそれをアメリカの中央銀行が買い取ってきたわけですパンデミック対策でだいたい5兆ドル買い取ってきました大体700兆円ぐらいです現在の物価上昇率を見ると ちちょっとばらまきすぎちゃっっとますす。ぎゃたかなって思いますもちろん今回は戦争によって原油価格なんかが上がっちゃってましたから財政出動だけがインフレの原因ではありませんですから米国の場合需要型のインフレそしてコストプッシュのインフレが混ざり合っているってことです今の日本はコストプッシュ、 つまり、原材料価格が上がったインフレです。需要が多くて商品価格が上がっているわけではなくて、原材料価格の上昇によって商品価格が上がっているだけですから、賃金は上昇しづらいんです。全く上昇しないわけではありませんけど、弱いんです。アメリカと比べて大きな財政出動ができなかった。 っていいうのが大きいです需要不足を埋めるぐらいの大きな財政出動をやってこなかったってことです財政出動をしても外国から変なあれをたくさん買いましたから外国にお金が流れてしまっているっていうのもあります大体3兆円ぐらいですかね今のところさらに日本は移民大国ですから 構造的に賃金が上昇しづらいんです。経済成長していない状況で移民がどんどん入ってきてるわけですからそりゃ賃金は上がりませんよ欧州では移民政策が大失敗してるんですけど日本はここから何も学んでいないんです緊縮財政移民政策株主資本主義によって 日本の賃金は絶望的です。では以上です。ご視聴ありがとうございました。